日本製なんて誰も使いませんよ。日本を軽蔑した中国人学生の発言に CNN アナウンサーが痛烈な一言を浴びせる。アメリカのケーブルニュースチャンネル CNN に勤める女性アナウンサーの発言がアジアの人々に衝撃を与えました。ある時 CNN の人気女性アナウンサーがアメリカの大学に特別講師として招かれ、学生たちに向けて講義を行ったのですが、そこで彼女は日本について触れ、いかに日本の製品や文化が世界中に浸透していて、世界にとって替えのきかない重要な国なのかということを語ったのです。多くの学生はこの発言に驚き興味を示しましたが、憤慨して異議を唱える学生も現れました。そしてこの後彼女が話した内容は、異議を唱えた学生の口を塞いだだけでなく、多くの人々を納得させました。彼女が日本についてどのようなことを語ったのか、これから詳しく見ていきましょう。CNN はアメリカ・ジョージア州アトランタに本社を置く多国籍ニュースチャンネルです。24時間ニュースのみを放送するチャンネルであり、アメリカでは10万世帯以上の加入者を抱え、さらに国際チャンネルやウェブサイトを通じて全世界212を超える国と地域に放送されています。アメリカ最大ともいえるニュースチャンネルのアナウンサーを務める人々は強い発言権を持っています。さらに視聴者に大きな影響を与える存在であり、高いステータスを持つ職業なのです。CNN でアナウンサーを務めるパメラ・ブラウンは、アメリカメディアトップ5に入る美人アナウンサーとして有名です。全世界の事件や事故、社会情勢などに精通しており、その美貌と豊富な知識が多くの人々から愛されています。彼女はある時、アメリカの大学に特別講師として招かれ、講義を行いました。この講義中に彼女は学生たちに向かって、あなたたちの考える先進国の条件とは何ですか?と質問したのです。この質問に対して経済力と答える学生が多くを占めましたが、その他に軍事力や生活水準の高さが必要だという答えが上がりました。この答えを聞いた彼女は、もちろんそれらも重要な要素ですが、と前置きをした上で、私は自国だけでなく他国にまで文化が浸透し、影響を与えることができる国を先進国だと考えています、と話したのです。この話を聞いて疑問を感じた学生の一人が、ではあなたが先進国だと思う国とはどこなのですか?と質問したところ、彼女は、あなたはスーパーマリオを知ってますか?と見当違いな質問を仕返しました。言うまでもなく、スーパーマリオは世界一有名なゲームキャラクターです。今年公開された映画は世界で大ヒットを記録し、さらに知名度を上げました。もちろん知っていますと学生が答えると、他の学生たちもうなずきました。そして彼女は、私たちは意識せずに日本が生んだコンテンツに囲まれて生活しているのだと話し始めました。彼女は、日本の製品の質がいいことは共通の認識であり、全世界にとって今や当たり前のことになっている。トヨタの車、ソニー、任天堂のゲーム機などが私たちの暮らしに当然のように溶け込み、日本食は世界的な健康食となって食卓に並んでいるのです、と語りました。日本の製品や文化コンテンツは私たち日本人も意識しないうちに、アメリカの家庭生活の必需品となっていたのです。さらに、近年日本の経済を引っ張っているアニメ産業の勢いはとどまることを知りません。日本で話題になった作品は軒並み海外でもヒットを飛ばし、一大産業になっています。日本のアニメがこれほど海外で受け入れられるのは、様々なジャンルを年代問わず楽しめることや、作画や BGM の質が高く、世界に引き込まれるからだと言われています。また、アニメは見たことないが BGM は知っているという人も珍しくありません。やはりここでも日本の質の良さが大きな要因となっているようです。パメラ・ブラウンは学生たちに向けて、経済力や軍事力で圧倒するのではなく、ごく自然に私たちの生活に溶け込み、なくてはならないものを作り出せること、それが日本の凄さであり、これからの先進国の目指すべき姿だと思います、と述べました。日本のゲームやアニメに親近感を持っている学生たちは彼女の発言に納得したようでした。しかし、一人の中国人留学生が彼女に異議を唱えたのです。彼女は不満をあらわにして、日本の製品や文化がもてはやされていたのは一昔前のことで、今や中国産の車や電化製品が台頭し世界で評価されている。事実、私が住んでいた北京では日本製品を使っている人を見たことがない。文化コンテンツに関しても中国の進化は目覚ましい、と話しました。この発言を聞いたパメラ・ブラウンは少し呆れたように公開しました。インターネット上の動画で面白い実験を見たことがあります。日本製のヘルメットと中国製のヘルメットの耐久性を比べたもので、日本製のものはハンマーで叩いても傷がつく程度でしたが、中国製のものはまるで果物のように一瞬で壊れてしまいました。
面白いことにこの実験は様々な国の人が検証して動画にしているのです。私はこれが日本製品と中国製品に対する世界の人々からの印象なのだと思います。長い年月をかけて確かな製品を送り出し、信頼を積み上げてきた日本と、見た目だけを真似して取り繕ってきた中国とでは信用度が違うということです。ちなみに私の周りには中国車に乗っている人は見かけたことはないですね。彼女がこう言い切ると、中国人留学生は、経済的に日本より優位に立った中国の製品はこれからさらに進化し世界に浸透するはずだとさらに反論しました。すると彼女は、私たちが商品を手にした時にメイドインジャパンの文字が入っていたらどう感じるでしょうか。この商品は安全で長く使用できるものだと安心しませんか。世界の人々がそう感じるのは、日本人がものづくりに誠実で真面目に取り組む人たちだということを知っているからです。そしてそれは文化コンテンツに関しても言えることです。メイドインジャパンは世界に通用するブランドなのです。一方、メイドインチャイナはどうでしょうかと学生たちに疑問を投げかけました。話を聞いていた学生たちが、確かに見た目が良くて興味を惹かれても中国製だと分かると躊躇してしまう。一度ついたイメージを覆すことは容易なことではない。中国の文化コンテンツは目にした経験がない、など口々に話し始めると、中国人留学生は顔を赤くし下を向いてしまいました。私たち日本人はメイドインジャパンを見て安心し、メイドインチャイナには不安を覚えますが、世界の人々も同じように感じているようです。このように世界第2位の経済大国になった今でも、中国に対するネガティブなイメージは変わることがありません。これは他国のものを恥ずかしげもなく丸パクリしてしまう中国人の精神だけでなく、武力に頼り高圧的な対応が世界でも非難されている領土問題や、各国から指摘を受けているにもかかわらず存在を否定し解決に動かない人権問題など、周りの言葉を聞き入れない中国の考え方が原因の一つかもしれません。パメラ・ブラウンは最後に、中国は何かというと日本を敵対視し、自分たちより下の立場だと考えているようですが、日本の文化はすでに世界に認められ、日本と多くの国は強い信頼関係で結ばれています。あなたたちは経済力や軍事力などの力によって人を治めようとしていますが、これからの国際社会に必要なのは団結力であり、それぞれの国が手を取り合い、地球が面している問題に取り組んでいかなければなりません。そこから目を背け、自国の利益しか考えない国を先進国とは呼べないのです。と強く言い切りました。すると中国人留学生は反論することを諦めたようで、静かに座ってしまいました。今や日本が誇る文化コンテンツとなったアニメやゲームが世界に広がるとともに、日本文化に興味を持ち、アニメツーリズムと称して聖地巡礼を行うために来日する外国人旅行客が年々増加しています。日本を知るきっかけになったという人や、アニメを見ることで日本語を学習したという人も少なくありません。決してアニメを通して日本をアピールしたわけではありません。しかしアニメを制作した人々が誠実に仕事に取り組んだ結果、世界の人々の興味を引きつけたのです。最近の中国では日本に対抗するようにアニメ制作に力を入れており、多くの作品を発表しています。アニメーション技術には一定の評価を受けているようですが、特定のテーマが禁止であったり、プロパガンダ的なことから日本との創造性の違いが指摘されています。さらに中国が一番、日本が敵という構図が多いことも人気の出ない理由の一つのようです。相変わらず日本のアニメを丸々パクったと思われる作品も未だに多いのですが、政府が取り締まることもないため、中国のパクリ文化には歯止めがかかることはありません。人が何かを習得したいとき、極めたいと思ったとき、それに秀でた人やそのやり方を模倣することで覚え、自分の形にしていきます。そしてそれはものづくりに関しても同じことです。優れたものを参考にすることは決して悪いことではありません。しかしそこにリスペクトがなければ、ただの粗悪品になってしまうのです。周囲の言葉を聞き入れることのできない中国が、そのことに気づくのはまだまだ先なのかもしれません。これからの国際社会を生き抜くためには、他国との信頼関係が何よりも大切です。そして長い年月をかけて作り上げてきたメイドインジャパンというブランドは、揺るぎない信頼の証であり、日本という国が世界に必要不可欠な国だという何よりの証明なのです。日本の明るい未来はすでに約束されています。今回の動画は以上になります。今回のお話が面白かったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。日本を無視していた中国のテレビ放送が、ウォーレン・バフェットの突然の一言で沈黙した理由。
世界屈指の投資家の衝撃的な発言が世界中を揺るがしています。投資の神様とも称されるウォーレン・バフェットが、私は日本の可能性を信じ全てを投資したいと発言したのです。日本にとっては心強い言葉でしたが、この発言を聞いた中国のネットユーザーは烈火のごとく怒り、猛抗議を始めました。中国のテレビ放送にも呼び出され、中国への投資を促す質問が投げかけられたり、中国ネットユーザーからのバッシングを受けたバフェットでしたが、彼は平然と切り捨て、中国への投資の可能性を否定しました。投資の神様が日本には投資価値があり、中国には全くないと断言した根拠、世界が注目したこの話題について、これから詳しくお話ししていきましょう。ウォーレン・バフェットは1929年、世界恐慌の発生から10ヶ月ほど後にアメリカ合衆国のオハマに生まれました。11歳の時には投資に関する本を読み漁り、12歳の時に初めて株を購入しています。30代初めの頃には、すでに400万ドル近い資産を保有しており、この頃から後に自身が取締役会長になるバークシャー・ハサウェイの株を購入し始め、その後資産は膨れ上がりました。ちなみにバフェットの保有資産額はアメリカ合衆国内で発行されている経済雑誌フォーブスによると1002億ドル、日本円にしておよそ 13.5 兆円と報告されています。この保有資産額は世界第5位の富豪に相当するとも発表されたのです。2006年には保有しているバークシャーハサウェイの株の 85%、 時価にして約370億ドルの資産を複数の財団へ寄付することを発表しました。大富豪でありながら質素な生活を送り、その成功で築き上げた莫大な資産を慈善事業へ向ける姿勢に、投資家をはじめ多くの人々がウォーレン・バフェットへ尊敬されているのです。バフェットは本来米国株への投資に注力していました。しかし2020年にコロナショックが起きると、彼は投資の方針を転換します。三菱商事や三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅という日本を代表する大手総合商社5社への投資を開始したのです。このことは当時大きな話題を呼び、世界中のメディアで大々的に報じられました。この5つの日本企業へ投資した理由として、バフェットは株価が割安であったことやビジネスモデルに優位性を感じたことなどを挙げています。バフェットはあるインタビューで、これら5つの日本の商社は適切な配当と自社株買いを実施しており、最善の方法で規模を拡大している。これはバークシャーハサウェイに通じるものがあり、このことは私にとって嬉しい驚きであると発言しており、日本や日本企業に対してポジティブな考えを持っていることを示しました。バフェットは2023年4月上旬に来日すると、三菱商事や三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、日本五大商社の経営陣と会談しました。この会談はバフェット氏から申し入れたもので、投資先に投資した意図や今後の保有姿勢を説明し、商社側からは事業戦略や経営方針を聞き、お互いの信頼関係を築くためだったそうです。会談後、バフェットはこの面談は大変有意義なものだったと満足げに答えていました。商社というのはラーメンからロケットまでと言われるように、商材の幅がとてつもなく広い。また商社の業績は好調で、2023年3月期は伊藤忠を除く4社が最終利益段階で過去最高益を更新しました。また三菱商事や伊藤忠などは傘下にコンビニエンスストアを持っており、消費者に近いビジネスをしているのもバフェットが気に入った理由の一つではないかと言われています。その一方で、バフェットは中国の大手電気自動車企業である BYD の株を7度にわたって手放しています。売却理由に関しては推測になりますが、 EV 自動車としての商品やサービスの価値が落ちてきている。所有しているバークシャーハサウェイエナジーが今後再生可能エネルギーに舵を切るための資金調達、米国内の投資により多くの資金を集中させたいなどと言われています。そんな中、バフェットは中国のテレビ局からインタビューを受けました。中国がアジア最高の先進国であることは疑いようのない事実であるのに、世界最高の起業家の一人であるあなたは中国ではなく日本の可能性に言及し、たくさんの中国人を怒らせた。今その発言を改めるつもりはないか。これに対しバフェットは一瞬だけ考える素振りを見せた後、全ての中国人は中国があらゆる分野で完全に遅れているという事実を認めなければならない。このような中国の現実は長期的で安定した価値を重視する私たち投資家にとっては最悪の条件だ。とすぐに切り返し、発言を一刀両断。押し黙るインタビュアーをまっすぐ見つめ、このように続けます。私は慈善家ではなく企業を率いる起業家だ。可能性のある場所に投資するのは当然のこと。私は自分の感覚が間違っていると思ったことは一度もない。自分の感覚に従い、中国よりも日本を選んだのだ。と忽然とした態度で発言するバフェットを見て、むしろインタビュアーの方が困惑を隠せませんでした。さらに続け、日本は華々しい復活を遂げた国だ。誰が何と言おうとその事実は変わらない。一度は戦争によって荒れ果てた都市を最先端の都市に生まれ変わらせた。各方面で発展した姿を見せており、世界最高の先進国の地位を固めている。私はこの点で日本に可能性を感じ、彼らに投資しようとしているのだ。
これに対しインタビュアーは、中国だってこの数十年間で飛躍的な発展を遂げていると述べ、バフェットの発言の矛盾を指摘してやったと得意げな顔でバフェットを見るが、バフェットは動じることなく、自己中心的な外交で成長した中国と他国と調和し合理的な外交方針の日本では比較するまでもない。中国は自国で日本企業の製品が売れないように制限するが、なぜ中国製品をやたらと日本に輸出しようとするのか。世界で中国のように一方的な外交をする国はない。中国人は現在でも過去の考えにとらわれて生きており、その考えを変えなければ、私が中国に投資することはこれからも永遠にないだろう、と痛烈な言葉で話を締めくくりました。正論を突きつけられたインタビュアーは言葉に詰まり、これ以上の追及をすることができなくなったのです。この番組でのバフェットの発言を聞いた中国ネットユーザーたちは激怒します。ネット上には、中国よりも日本を贔屓するとは、バフェットも年を食ってボケてしまったのだろう。バフェットはいずれ自分の愚かな決断に後悔されることとなる。バフェットは自分の輝かしい投資家人生に自ら泥を塗った。など、バフェットに対する様々な誹謗中傷内容が投稿されました。さらに日本に対しても、日本は成長性にも魅力にも欠けているちっぽけな国だ。日本企業なんてクズ株も同然だ、などのように、彼らはバフェットを中傷するだけでは飽き足らず、その矛先を日本にも向けるのでした。しかし、バフェットは中国人の怒りにも無関心で、変わらぬ日本愛を示しています。また、世界中からのコメントもバフェットや日本を肯定する意見が多く、中国に対しては否定的な意見が多数を占めていたそうです。彼は最近日本を訪問し、より良い未来のための日本とのパートナーシップを強化したいという演説を通じて、改めて今後も日本との良好な関係を維持したいという意向を示しました。さらに続け、日本の5大総合商社の株式を購入し、50年後日本は今よりも成長した国になっていると確信していると発言しました。また彼は自身が投資した日本の企業について、今後100年間、いや永遠に生き残る企業と評価もしました。中国人たちは幼い頃から中国が最高だという中華思想を教育されており、中国人たちの間では中国だけが正常な国家であり、それ以外の国が未熟なのだという考えがあります。これは中国の国民に非はありません。しかし時代は移り変わります。バフェットは自国の慣習だけを守り、新しいものを認めない中国の姿は彼らを衰退させるとも言っています。投資の神様からの太鼓判を押され、日本にも明るい未来が見えてきました。今は正直大変ですが、私たちも悲観せずに頑張りましょう。今回のお話はこれで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。日本を無視して尖閣諸島を中国領土だと主張していた中国人学生、ハーバード大学教授の一言で一瞬にして沈黙してしまう。中国の横暴によって私たち日本人の生活が脅かされています。尖閣諸島は1895年以降日本が領有してきた島々ですが、1970年以降に石油埋蔵の可能性が認められると、明確な証拠を提示することもなく、中国は突然領有権を主張し始めました。中国が他国のものを自国のもののように振る舞うのは世界でも周知の事実ですが、あまりにも突然で厚顔無恥な主張であり、日本政府は驚きを隠せませんでした。アメリカの名門大学ハーバードで世界の歴史について教えているエドワード・シュルツ教授の講義の際、ある中国人留学生が反日感情をあらわにしながら尖閣諸島に対する意見を述べました。この時語ったシュルツ教授の見解は、中国人留学生に反論の隙を与えないものだったのです。そしてこの講義で起きた一幕はインターネット上で話題になり、世界の人々から注目を集めました。どのような内容だったのか詳しくお話ししていきましょう。エドワード・シュルツ教授は世界的に認められた歴史学者です。特にアジア史に精通しており、世界の名だたる名門大学で教鞭を取る彼の講義は学生たちに非常に人気があります。ある時、中国を取り巻く領土紛争について講義の中で取り上げられ、インド・ブータンとの国境紛争や南シナ海の領有権をめぐってフィリピンを含めた多くの国と対立している中国の強硬な姿勢について説明が続きました。その時、ある中国人留学生が立ち上がり、なぜ朝鮮島の領土紛争については取り上げないのかと大きな声で質問しました。教授が突然のことに驚き、言葉に詰まっていると、中国人留学生は、朝鮮島は中国固有の領土だという明確な証拠があるにもかかわらず、日本は自国の領土だと不法に領有し、長年紛争が続いている、このことについて教授はどう考えるのかと教授に対して質問したのです。
シュルツ教授はポカンとしていた他の学生たちに向かって、釣魚島というのは中国のみが使う尖閣諸島の独自の呼び方だということを伝えました。そして中国人留学生に向かって、他の学生にも分かるように国際的に通用する名称で質問するようにと注意を促しました。教授の冷静な対応に中国人留学生は、中国固有の領土を中国の呼称で呼ぶのは当然のことだと憤慨した様子を見せ、日本の間違った認識についてどう考えているのかと再度質問したのです。これに対して教授は、まず私は尖閣諸島について日中間で紛争が起きているとは考えていないと前置きした上で、君の言う明確な証拠とは何なのかと中国人留学生に質問し返します。すると中国人留学生は、中国の古文書によって中国が一番最初に釣魚島を発見し命名したことが明らかになっている。さらに琉球王国に向かった際の記録に釣魚島のそばを通ったと記載されており、中国が利用していたことの証明だと話しました。この主張に教授は、領有権を主張する上で最初に発見し命名したという主張や昔の地図に記載されていたというだけでは裏付けにはならない、国際法で領有権を取得するには明確な領有の意思を持って継続的平和的に利用していたことの証明が必要であり、尖閣諸島を航路の指標としただけでは継続的に利用したとは言えないと返しました。この回答に中国人留学生は少し焦った様子を見せながら、日本は戦争で中国に勝ったことに乗じて釣魚島を強奪したのだと的外れな反論をしました。しかし、君が言っているのは1895年4月に終結した日清戦争のことだと思うが、日本が尖閣諸島を領土に編入したのは1895年の1月のことであり、戦争が終結した際にはすでに日本の領土になっていることが証明されている。講和条約にも尖閣諸島が含まれていないことはこの時の交渉記録から明らかだと歴史的事実をもとに教授は反論しました。中国側は多くの古典文献を根拠とし、尖閣諸島は中国固有の領土だと主張しています。しかし学術的にいくつもの疑問が存在しており、信憑性に欠けると世界では判断されているのです。さらにこの数々の文献が正しかったと仮定しても国際法上有効な証拠にならないと言われています。そして1970年に国連によって石油埋蔵の可能性が示されるまでは、中国は尖閣諸島の領有権を主張したという記録がない。このことから中国側の思惑は明白だと思わないかと教授が話したことで、この論争に決着がついたように思いました。しかし諦めきれない中国人留学生はさらに反論を繰り出します。日本が釣魚島を日本固有の領土だと主張し続けるのなら、国際司法裁判所に判断を委ねればいいのだ。そうしないのは日本に明確な証拠がないからではないかと声を荒げ、無理やりな主張を展開したのです。この主張に教授は呆れた様子で、先ほどから話しているように、中国側が提示する主張には明確な根拠がない。しかし日本側には国際法に従って領土に編入し、サンフランシスコ平和条約でも日本の領土として扱われたという明確な根拠が示されている。日本は争う必要を感じていないのだ。それゆえに私は日本と中国の間で領土紛争が起こっていると認識していない。中国が自分たちの言い分に絶対的自信があるのなら、日本に国際司法裁判の申し入れをすればいいだけであるが、それがないのはなぜか考えたことはあるかと中国人留学生に問いかけました。そして教授は畳みかけるように、2012年に日本が尖閣諸島の国有化に踏み切ると、中国では信じられないほど大きな反日デモが起きた。中国国民が暴徒化し、日系企業や日本料理店を襲い破壊し尽くす様子は海外のメディアによって連日報道されていたが、あのデモの意義は何だったのだろうか。国際社会に対して中国の野蛮さを広めただけだと思わないか。もちろん日本であっても意に沿わないことに対してデモを起こすことはある。しかし今の日本人は言葉で主義を主張するにとどまり、暴力に訴えることはないだろう。国際社会にとって平和的解決が最良の手段だと彼らは知っているからだ。自分の主張が通らないからといって声を荒げ暴れ回るのは癇癪を起こした子供と同じだと話すと、中国人留学生は返す言葉が見つからなかった様子で、その後発言することはありませんでした。この一連のやり取りがその場にいた学生によってインターネットのコミュニティサイトで拡散されると、これに過剰に反応した中国人ネットユーザーとその他の海外ネットユーザーの間で激しい論争が起きました。ある海外ネットユーザーが、日本の国有化後も中国は尖閣諸島周辺の領海侵犯を繰り返し、最近では日本の漁船を追いかけ回しているらしいと投稿すると、自国の領海で活動するのは当然のことで何ら違法性はない、日本の漁船が中国の領海を侵犯しているのだと中国人ネットユーザーたちは反論しました。この非常識な投稿には世界のネットユーザーたちから、
根拠がなく認められていないのになぜそんなに自信を持てるのかわからない。中国は存在するものは全て自分たちのものだと思っているのか。中国には愛国無罪という言葉がある。特に日本に対しては何をしても許される風潮があるらしい。というような声が上がり、論争は激しさを増しました。尖閣諸島の国有化から10年余りが過ぎた今も、中国船の領海侵入は繰り返されており、領海外側の接続水域を航行する挑発行動は常態化しています。このような中国の行動は、インドやブータンの国境紛争や南シナ海周辺でも見られており、彼らの常套手段となっていることから世界中から批判されているのです。その後も中国人ネットユーザーと海外ネットユーザーによる言い争いが続きました。明確な根拠を示すことはできない、しかし中国のものなのだという荒唐無稽な主張を繰り返す中国人ネットユーザーに海外のネットユーザーたちが疲れ始めた頃、あるネットユーザーが投稿した。国際社会は対等であり協調性を保っていなければならない。日本と中国どちらとならそれが実現するかは明らかだと思わないか。世界の秩序を保つために国際法が存在するのであって、これに従わないのはその国の孤立を深めていくだけだ。現に今この場においても孤立している人々がいるではないか、という言葉が多くのネットユーザーを納得させました。この投稿によりコミュニティサイトは落ち着きを取り戻し、それでもなお反論を繰り返す中国人ネットユーザーのみが残ったのです。先日日本で行われた G7 先進国首脳会議に世界第2位の経済大国である中国は加盟していません。このことを不思議に思う人もいるかもしれませんが、これは中国の領土拡張主義などが問題視されているからです。中国が領土を主張して争っている国々にとっている挑発行動には、あわよくば力づくで奪い取ろうという思惑が見え隠れしています。このような中国の行動は、国際社会の国家に求められる平等で支配や干渉がなく、それぞれを尊重し協調性を維持する姿に反しているのです。 G7 では対中対策についても話し合われ、発表された共同声明の中で中国の武力行使や経済威圧に言及しています。これを内政干渉だと捉えた中国側は、議長国である日本に対して猛抗議しました。自国ばかり優先し強硬姿勢を崩さない中国の在り方は、国際社会からの孤立に拍車をかけているのです。日本が紛れもなく正当な理由で尖閣諸島の領有権を主張していることは、シュルツ教授の発言からも明らかであり、世界の人々が認める事実なのです。今現在も友好的な支配を続けていることから、日本政府は尖閣諸島の領土問題は存在しないとしており、中国の一方的な主張だという姿勢を貫いています。中国という国の変化を期待することは難しいかもしれません。しかし世界で最も信頼できる国と言われている日本は、国際社会の一員として手を取り合える国と共に協力し、平和な未来を作っていくことでしょう。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。日本を無視した中国人たちをたしなめた H&M の CEO の衝撃の一言。ファッショントレンドを発信する街と聞いたらどこを思い浮かべるでしょうか。世界にはファッションの都市と呼ばれる街がいくつかありますが、日本の東京もその一つです。日本人はカジュアル系やコンサバ系、ギャル系やゴスロリ系など多種多様なファッションを楽しみます。さらに普段から服装に気を配り、流行に敏感で洋服を買う機会も多いことから、欧米人よりもファッションにお金をかける人が多いと言われています。そんな日本のファッション市場は海外のファッションブランドからも重要視されています。H&M は世界中に多数の店舗を展開する有名なファストファッションブランドです。この H&M が2020年に中国に対してある声明を発表したところ、批判の声が噴出し、中国全体である行動が起こりました。この行動により H&M は窮地に追い込まれましたが、 CEO であるヘレナ・ヘルマーソン氏は毅然とした態度でこれを乗り切りました。一体どのようなことが起こったのか、これから詳しくお話ししていきます。スウェーデンで創立された H&M は、最新の流行を取り入れつつ低価格に抑えた衣料品を大量生産し販売する世界最大手のファストファッションブランドです。2019年時点で74カ国5000店以上を展開しており、そのデザイン性と手に取りやすい価格が幅広い世代に支持されています。日本には2008年に初上陸しており、銀座に1号店がオープンした際には約5000人が行列を作りました。現在 H&M ジャパンの社長を務めるアネタ・ポクシンスカ氏は、日本のファッション市場について、日本人はファッション感度が高く、有名ブランドや著名人とのコラボレーションなどのファッションニュースに敏感な上、購買意欲が高い、さらに四季があることと関係して季節やトレンドの先取りが早く、世界的に見ても特殊なマーケットである、とインタビューで語っています。
彼女が話したように有名人とのコラボレーションは大成功しており、2018年に引退直前の安室奈美恵さんとのコラボでは1万6000人以上が行列を作りました。このように日本人のニーズに合わせた戦略が成功した結果、現在日本全国に120店舗以上を展開しています。2020年に H&M の CEO に就任したヘレナ・ヘルマーソン氏は入社以降、仕入れ部門と生産部門で20年以上のキャリアを積み、2018年からは COO 最高執行責任者としての物流、生産、IT 先端テクノロジーなどを活用した分析などを担当しました。その能力が高く認められ、女性として初めての CEO に就任することになったのです。ヘレナ・ヘルマーソン氏が CEO に就任した2020年、アパレル業界に衝撃を与える事態が起こりました。人口14億人を抱え、世界第2位の経済大国である中国はアパレル業界でも大きな市場とされています。中国の新疆ウイグル自治区で生産されている新疆綿は世界三大綿の一つとされ、世界シェアの2割を占めており、全世界で広く使用されています。しかし以前から複数の人権団体や各国の調査機関により、新疆ウイグル自治区では深刻な人権侵害が起きていると報告されており、強制収容所に入所させられたイスラム教徒のウイグル人に対して洗脳教育が行われていると指摘され、世界中から批判を集めていました。そしてこの新疆綿の生産現場でウイグル族の人々が強制労働を課せられていると海外メディアによって報じられたのです。この問題を憂慮した H&M をはじめ、多くのアパレルブランドは今後新疆綿を使わないと声明を出しました。声明を発表した当初はそれほど大きな反応は見られませんでしたが、2021年に SNS 上で H&M の声明が中国人ユーザーによって掘り返されると、国営メディアなどが批判を扇動し大炎上を起こしました。これは欧州連合が対中制裁を決定したことによる報復ではないかと言われており、 H&M はこのやり玉に挙げられたのです。そしてこの動きは中国が得意とする不買運動につながっていきます。 SNS には不買を推奨する消費者の声が漏れ、大手 EC サイトからは H&M の製品が姿を消しました。不買による圧力は他国に対する不満や敵意を表す場合に起こす中国の常套手段なのです。政治的なことに限らず、自国や国民が侮辱されたと感じれば即座に人々に広がり行動に移します。しかし自分たちが他国に対してしている非常識な行いには鈍感です。日本と中国の間で起こっている問題により、過去数回にわたって起こった反日デモの際には必ず日本製品に対する不買運動が起きており、私たち日本人にとって中国のこうした動きは珍しくない行動なのです。しかし国家主導とも取れるボイコットを受けた経験の少ない欧米企業は戸惑い、苦境に立たされることになります。国を挙げての不買運動により中国国内の H&M の売り上げは大幅に落ち込んだのです。その結果、中国メディアは報いを受けたのだと報じました。この影響で500店以上あった店舗は100店以上が閉店を余儀なくされ、今現在でもそのダメージは残っています。こうした事態に世界のネットユーザーからは H&M に対して正しい行いであり、あなたたちを支持するといった応援の声が上がりました。これに反応したのが中国人ネットユーザーたちです。ウイグル人権問題など存在しない、デマに踊らされて他国を批判するな、新疆地区の人々の仕事を奪う決断を支持するのかといった投稿が溢れました。世界中から証拠を突きつけられ非難を受けても、中国政府はウイグル人権問題は存在しない、完全なでっち上げだと反論し続けています。そしてこれは情報統制を受けている国民も同じことなのです。そのことを分かっている世界のネットユーザーたちは中国人ネットユーザーを相手にせず、 H&M や新疆綿を使わないと表明した企業にねぎらいの声を上げ続けました。近年耳にする機会が増えた中国発のファストファッションブランドシーインは店舗を構えずオンラインのみに特化した販売方法をとっており、毎日3000から5000の新作アイテムがサイトにアップされることからスーパーファストファッションと呼ばれています。国内サイトを持たないため中国国内の認知度は低いのですが、海外の有名インフルエンサーを起用し SNS で情報発信したことでアメリカで認知され、低価格なことから人気が集まり、今や業界最大手ブランドとなりました。しかしデザインのコピーやいわゆるパクリが問題視されており、ジーンズの大手ブランドリーバイスや有名ファッションブランドラルフ・ローレンなどから裁判を起こされています。さらにアーティストや小規模ファッションブランドからも訴えられており、日本でも被害の声はいくつも上がっているのです。他にも乳児用の服から安全基準の20倍の鉛が検出されたといった話や、顧客データの漏洩問題などいくつもの指摘がされています。
中国では新疆綿に関わる海外ブランドの不買運動をきっかけに自国ブランドの見直しの動きが広がり、国産品の人気が上がっているそうですが、その実態は相変わらずの中国クオリティだと言わざるを得ません。利益を優先して他社をおろすかにする経営姿勢では先を見据えているとは言えないのではないでしょうか。 H&M では以前からサステナビリティを目標に掲げています。近年耳にすることが多くなったこのサステナビリティという言葉ですが、これは持続可能性という意味です。そして現在地球が抱える環境問題や人権問題を世界で協力して2030年までに解決し、その後の平和な社会を持続していこうという取り組みが SDGs と呼ばれています。 SDGs は国連に加盟している193カ国が2030年までに達成すべき目標として掲げられたもので、多くの企業や個人がこの取り組みを行っています。 H&M では2013年から店頭で回収した古着を4つに分類し、できるだけ長く使用することで環境への負担を減らすことを目的とした古着回収プログラムを行っており、2030年までにブランドの全製品でリサイクル可能原料またはサステナブルに調達された原料のみを使用することを目標としています。このように地球の未来に目を向けた企業である H&M が人権問題から目をそらし、新疆綿を使い続けるという判断を行わなかったのは当然の結果と言えるのです。現在中国は SDGs の実現に向けてリーダーシップをアピールしています。しかし貧富の差や深刻な環境問題、そして新疆ウイグル自治区に対する人権問題など問題が山積みである彼らについていきたいと考える国があるのかは疑問です。長い間好調を保っていた H&M ですが、中国の不買運動や新型コロナウイルスによるパンデミックなどが重なり、世界に5000店以上あった店舗は4800店ほどまで減少しました。日本でも数店が閉店し、日本撤退かと危ぶまれましたが、これはコロナウイルスによる消費者の動向に対応するためオンライン販売にシフトするための動きでもあったようです。現在ではコロナ禍は落ち着き、私たちは日常生活を取り戻しました。以前のように旅行やショッピングを楽しむことができるようになったことで人々の購買意欲は上昇しています。これにより2023年の春、 H&M は日本に6店舗が新たにオープンし、全国で123店舗となりました。 H&M ジャパン社長のアネタ氏は、ファッションに対して好奇心旺盛な日本人に対するマーケティング戦略を立てることにやりがいを感じている、これからも店舗を増やし続けていく予定であると意欲的です。ファッションは日々を楽しむために存在し、誰かの犠牲の上に成り立つものではありません。虐げられた人々のために声を上げた彼らを支持し応援していくことが、私たちの未来を守る結果につながっていくのです。今回の動画は以上になります。この動画が面白かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。日本人は恐ろしい民族だとピーター・ドラッカー教授が語る理由。世界中の企業人や経営学者に影響を与え、亡くなった今もなお思想が注目され続けているピーター・ドラッカーが生前に受けたインタビューでの発言が再注目され、大きな話題となっています。マネジメントの父と呼ばれ、経営学者として数々の名言を残したドラッカーが、なんと日本について言及したのです。オーストリア人のドラッカーがなぜ日本に注目し言葉を残したのか、ここから詳しく見ていきましょう。マネジメントという言葉をご存知でしょうか。マネジメントとは簡単に言うと経営組織を管理することであり、現在の企業や様々な組織において必要不可欠な概念となっています。ピーター・ドラッカーはこのマネジメントの発明者であり、この発明により企業や組織の根本的な在り方を大きく変え、多くの経営者や政治家たちに影響を与えました。ドラッカーの影響を受けた有名な人物には、世界最大の総合電機メーカーであるゼネラル・エレクトリック社を牽引した実業家ジャック・ウェルチがいます。ウェルチは CEO 就任後にドラッカーの元へ教えを請いに行き、世界で1位2位を争う事業だけ残して、あとは全て捨てたらどうかというアドバイスを受け、ドラッカーのアドバイス通りに GE を経営したウェルチは後にこの企業を大躍進させました。他にも一般消費財を製造販売する企業 P&G プロクター&ギャンブルの元 CEO であるアラン・ラフリー、ビジョナリーカンパニーの著者であるジム・コリンズ、イギリスの元首相であるマーガレット・サッチャーなど多くの著名人に影響を与えています。日本ではイトーヨーカドー創業者の伊藤正敏、パナソニックの元社長中村邦夫、
ユニクロ社長の柳井正など大企業のトップたちがドラッカーの教えを実践して成功を収めています。ビジネス界や学術界ではドラッカーは師と仰がれるほどに尊敬される有名人ですが、一般の人々にとってはなかなかピンとこない人物でした。実際に日本では1956年に立教大学の野田和夫教授がドラッカーの著書 The Practice of Management の翻訳書である現代の経営を出版しようと出版社を訪ねたところ、ピーター・ドラッカーという人は聞いたことがないとの理由で断られてしまったのです。なんとか別の出版社から本を出すこととなりましたが、その後ベストセラーとなり、これがきっかけで日本中にドラッカーの存在が知れ渡りました。また日本の若者の中には、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらというベストセラー小説からドラッカーを知ったという人も多くいて、弱小野球部のマネージャーがドラッカーのマネジメントに影響を受けたことをきっかけにして部の意識改革を進めて甲子園を目指すストーリーですが、ミリオンセラーとなり数々の賞を受賞しました。日本でも一躍有名となったドラッカーですが、近年アメリカで放送されたドラッカー特集の中で生前受けたインタビューの映像が放映され、その内容が改めて世界を驚かせました。ドラッカーの思想や本について話が盛り上がる中、司会者がある質問をしました。世界中の経営を見てきたあなたに聞きたい。次の社会を導くのはどの民族だと思いますか？アメリカの国名が真っ先に出ると思った世界中の視聴者はドラッカーの答えに驚きました。それは日本と答えたからです。ドラッカーは続けて、日本人の民族性を知っていますか？日本人について勉強すればするほど彼らが怖いと感じると述べました。アメリカ人やヨーロッパ人ではなく、なぜ日本人なのか。その後のインタビューでドラッカーの考えが明らかになりました。ドラッカーが初めて来日したのは1959年、日本が戦後復興を終え高度成長に移行する少し前のことでした。来日したドラッカーは日本の経営者たちに会い、日本人の真面目に努力する姿、協力する姿、カルチャーや社会を見て、この国は経済大国になると確信したそうです。というのも、ドラッカーが求めていた健全さが日本にはあったからです。ドラッカーはイギリスやアメリカに移住した経験があり、アメリカにいた頃、アメリカは大恐慌後の混乱の中にありました。その頃のことをドラッカーは、当時アメリカの経済は病んでいたけれども社会はしっかりとしていた、今アメリカ経済は元気だけれども社会は傷んでいると言い、健全であることの重要性を説きました。ドラッカーは日本社会の健全性を大事にして捨てないでほしい、コミュニティや社会的な連帯感は日本の一番の伝統だし大事にしてほしいと日本の経営者にメッセージを送るなど、日本の経済に対し希望を持っていたのです。ドラッカーが日本について評価したところはまだまだあります。それは日本人の美意識です。戦後日本が世界の経済の中に参入してきたことにより、西欧だけの社会ではなくなり、日本人特有の美意識が含まれた新たな経済が生まれました。日本が世界経済の多様化に果たした役割に対する評価は非常に大きかったのです。さらにドラッカーは日本画からも日本の本質を見抜き、次のように述べています。日本の近代社会の成立と経済活動の発展の根底には、日本の伝統における知覚の能力がある。これによって日本は外国である西洋の制度や製品の本質と形態を把握し、それらを再構成することができた。日本画から見た日本について言える最も重要なことは、日本は知覚的であるということである。さらにドラッカーの日本に対する評価は続きます。一人一人が組織に貢献することを通じてみんなが豊かになっていく組織主義を説いていたドラッカーは、日本の終身雇用制や年功序列などの仕組みを高く評価しています。経済市場主義が行き過ぎてしまうと貧しい人々が増えてしまい、格差が広がるばかりになってしまう。ドラッカーの思想の根底には、人々の幸せがあり、日本の終身雇用はリストラや解雇の恐怖を最小限に抑え、従業員に安心して働いてもらうというよくできた仕組みであると絶賛したのです。日本に対する様々な評価を目の当たりにした世界中の経営者たちは、驚くと同時に共感し、改めて日本経済を勉強したり、日本の経営者との対談を求めたりと早速行動を起こしました。しかしドラッカーの言葉を信じず批判をする人々も少なくありませんでした。その多くが中国人だったのです。中国人の多くは世界経済の中心は中国であると確信しており、日本に負けるはずがないと信じ込んでいます。彼らの主張では、
2010年に GDP が世界第2位となり、日本を抜いたことで日本に勝ち世界をリードする経済大国になったという意識が強いのです。ですが実際のところ中国はまだ先進国ではなく、 OECD 経済協力開発機構の分類は上位中所得国となっており、 GDP はトップレベルといっても1人当たりの GDP で見ると圧倒的に遅れを取っている状態で、中国国内において都市部と内陸部の格差が大きいことを示しています。しかし中国人にとってはそんなことは関係ありません。中国という偉大な国を差し置いて日本を評価する意味が理解できないというのです。中国のネット上ではドラッカーの評価は意味不明だ、親日だからデタラメを言っている、日本より素晴らしい国はたくさんあるのに、など日本やドラッカーを批判する声が多く上がりました。実際中国ではドラッカーの教訓はほとんど無視されているため、ドラッカーの思想は理解されにくいのです。ビジネスウィーク誌のリック・ウォーツマン記者はドラッカーの企業に対する社会的責任論に言及した上で、中国の資本主義を維持するためには彼ら自身が社会的責任の意識を持つことが必須であることを思い知らせることであると述べています。さらに経営に関わるものはプロフェッショナルでなければならないとドラッカーは随所で述べていたはずだが、プロフェッショナル倫理の基本ルールそのものが中国には完全に欠落していると厳しく批判しました。実際中国では粗悪品が多く輸出され、アメリカから警告を受けているほか、富に富を積み重ねる過剰な資本主義文化が目立っています。金を儲けるためには何をやってもいいという概念から事業の拡大、利益の追求に走りすぎた結果、ドラッカーの思想からかけ離れ経営者の健全な育成を怠っているのです。日本やドラッカーを批判した中国人たちはドラッカーの思想を正しく理解する人々によって論破され、次第に批判の声は小さくなっていきました。ドラッカーが期待したように日本の経済成長はたくさんの試練を乗り越え、今や多くの国の模範となっています。ドラッカーの思想を多くの企業が取り入れ、ドラッカー学会というドラッカー公認の学術団体もあるなど、経済発展のために努力を惜しまない日本、その姿はアメリカやイギリスなどの先進国からも評価を受け、アフリカなどの国からはアドバイスを求められる存在となりました。技術も資本も単なる道具にしか過ぎず、適切で有効なマネジメントによって正しく活用されない限り有効にはならない。マネジメント能力を持った有能な人材の一大集団を生み出すことが中国にとって最重要事項であって、またそれが中国にとって最も大きなチャンスとなるとドラッカーは述べており、この助言を素直に聞いて実践できれば中国が真の経済大国となるはずですが、彼らがドラッカーの思想を理解しようとする日は来るのでしょうか。結果的に中国とは対極をなす日本、ドラッカーが認めた経済大国として明るい未来を信じて進んでいきましょう。今回のお話はこれでおしまいです。このお話が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。グッチの CEO が無礼な中国人たちをたしなめた状況。世界にはファッショントレンドをリードしていると言われる街がいくつか存在します。フランスのパリ、アメリカのニューヨーク、そして日本の東京もその中の一つです。日本人は世界の中でもファッションに対する好奇心が高く、流行に敏感なことから洋服にお金をかける人が多いと言われています。そんな日本の中心である東京は多くのファッションブランドに注目されており、重要な市場として扱われているのです。しかし日本がファッション市場として重要視されていることに不満を持つ人々がいます。それは中国のネットユーザーたちです。彼らは中国がアジアのファッションの中心であると主張し、日本市場を優先していた世界的ファッションブランドグッチのクリエイティブディレクターに対して中国を最も優遇するべきだと声を上げました。そして自分たちの行動に正当性があると信じている中国人ジャーナリストたちは、中国のネットユーザーの主張を記事にすることによってグッチに対して圧力をかけ始めたのです。この理不尽な主張に対してグッチはどのように対処したのでしょうか。これから詳しくお話ししていきましょう。創業から100年以上の歴史を持ち、世界中のセレブに愛用されているグッチは言うまでもなく世界最高峰のラグジュアリーブランドです。ファッションブランドの先駆け的な存在であり、製品のクオリティを保証するという意味合いでデザイナーの名前を使用した初めての企業であることから、ブランド文化の元祖であると言えます。長い歴史を持つグッチには第二次世界大戦の影響で素材確保が困難になるという苦境や、
継承者争いによるイメージの低下など様々な苦難がありましたが、変わらず高品質な製品を作り続けていくことで信頼を積み重ね、世界的な高級ブランドという地位にまで上り詰めていきました。さらに2015年にグッチの CEO にマルコ・ピッツァーリ氏が就任すると大きな変化が起こります。アレッサンドロ・ミケーレは類稀なるセンスでグッチに革命を起こした奇才デザイナーですが、彼の持つ独特な感性やビジョンに注目していたマルコ・ピッツァーリ氏は、すでに準備されていた2015年から2016年の秋冬コレクションの1週間前に全てをやり直すようにとミケーレに試練を与えたのです。彼はこの無茶ともいえる要求に応え、見事にショーを大成功させました。この功績により、アレッサンドロ・ミケーレはグッチのクリエイティブディレクターに就任することになったのです。ミケーレのデザインはファッション業界の流れそのものを変えてしまったとも言われており、それまでグッチが作り上げてきたラグジュアリーブランドの殻を打ち破るようなデザインを次々と発表したことで人々に衝撃を与えました。グッチの魅力である一度購入すれば何十年と使用することができる高品質さに加え、設立当初から受け継がれているロゴマークのダブル G が漂わせる気品と高級感、そしてミケーレの作り出す肩にはまらない革新的なデザインは多くの年齢層に受け入れられ、新たなファンを増やしたと言われており、現在に至るまで不動の人気を保っています。コロナパンデミックが明け、初のアジア訪問だというグッチの CEO マルコ・ピッツァーリ氏は来日した際のインタビューで、アジアに最初に進出した国であり、グッチにとって大切な国で常に関心を持っていると日本に対する興味の高さをうかがわせました。さらに伝統的かつ高品質でありながらファッション性を求める日本の消費者はグッチにとって重要な顧客であり、日本人の持つ気品や落ち着きがグッチのブランドイメージに合致することから、商品価値を上げるための最も重要なマーケットだと考えていると語ったのです。このようにグッチは日本市場を高く評価しており、パリやニューヨークなどに並ぶ重要拠点であるという認識を示しました。しかしグッチが日本に対して持っている認識に不快感を表す人々がいます。中国のネットユーザーの間では、アジアのファッショントレンドをリードしているのは日本ではなく中国であり、グッチは中国を最も優遇するべきだと主張する人々がいるのです。特に中国の北京市場ではグッチから無視されているという思いが強いのだといいます。そしてその理由の一つには、次々と発売される日本限定商品に比べ、中国で発売されている商品はすでに人気を博した既存の製品であることが大きかったようです。確かにこれでは日本を優遇していると捉えられても仕方のないことだと感じますが、グッチがこれほどまでに日本市場に力を入れているのには理由があるのです。それはグッチが日本のポテンシャルを高く評価しているからに他なりません。映画やアニメ、漫画、ゲームなどのエンターテインメント業界は日本が世界を牽引しているコンテンツの一つです。このエンターテインメント業界にはファッションと切っても切れない関係性があります。日本のエンターテインメントから生まれるファッショントレンドに古くから着目していたグッチは、日本が創作する新たな可能性を不可欠なものとして捉えているそうです。そしてクリエイティブディレクターとして活躍しているアレッサンドロ・ミケーレにとっても、日本はたくさんのインスピレーションを得る重要な場所なのだといいます。創立100周年を記念したプロジェクトは、ブランド発祥の地イタリア・フィレンテの姉妹都市である京都の町屋を舞台に行われました。さらにミケーレの最新コレクションを披露する場には清見寺が選ばれ、長い歴史を持つ日本の伝統的な建築物が最新の技術によって変貌を遂げた姿は世界各国のジャーナリストたちを驚かせました。伝統と革新が融合した街である京都は、グッチの持つブランドイメージとの調和を果たし、このプロジェクトは大成功を収めたのです。しかし、このように日本市場に重きを置くグッチの考えに納得のいかない中国のネットユーザーたちは不満を噴出させました。自国が世界第2位の経済大国だと自負している中国の人々は、これまでも自分たちの意に沿わない出来事には人口の多さに物を言わせ、不買運動を起こすなどして従わせようとしてきました。そして、今回も中国人ジャーナリストたちがネットユーザーの意見を記事にすることにより、グッチに対して圧力をかけ始めたのです。この理不尽な言い分に対応するため、グッチからは中国エディションと呼ばれる商品が発売されることとなりました。しかしこの製品は誰の目から見ても質の低いことが明らかで、グッチから発売されたものとは思えないとまで言われており、世界でも人気の高い日本限定商品とは比べ物にならない出来だったのです。この結果に中国のネットユーザーたちは落胆しました。さらに
なぜ日本限定商品のような素晴らしい商品を作らないんだと、日本への対応との差に不満を表し、クリエイティブディレクターのミケーレに対して批判をぶつけましたが、ミケーレは沈黙を貫き通しました。しかし、彼が沈黙し続けたことにより事の真偽は不明なものの、中国エディションの質の低さは中国のパクリ商品、偽物商品に対する皮肉の意味が込められているのではないかという噂が一気に広がりました。アレッサンドロ・ミケーレはクリエイティブディレクターに就任以来、日本限定商品をいくつも手掛けてきました。そしてその中には、日本の国民的キャラクターであるドラえもんやバナニャなどの人気キャラクター、そして日本のアーティスト、イラストレーターである樋口優子さんとのコラボレーション商品なども発売しています。発売日に海外から日本へ訪れる人がいるほど、日本限定商品は世界のコレクターの間で人気を博していますが、対照的に中国限定商品は悲劇的に人気がないのだと言います。これには日本限定商品が持つ唯一無二の特別感が人々を引きつけているのではないかと考えられており、ここでも日本の誇るエンターテインメントが効力を発揮していることが伺えました。高級ブランドを持つことはその人にとって一つのステータスとなりますが、その反面、高級ブランドを持つ人がそのブランドのイメージになるということでもあります。グッチのような最高峰のラグジュアリーブランドにとって、ブランドイメージを保つことは非常に重要なことです。世界の人々から見た中国人のイメージは、多くの調査などでも明らかなように、決してブランドイメージにプラスになるようなものではないことが明らかです。自分たちの行いを顧みることもなく、自国を優遇しろと声高に叫べることからも、中国の市民意識は地に落ちていると言えます。このことからも、ファッショントレンドをリードしている東京という街で品位があり市民意識が高いと世界に認識されている日本人がグッチを愛用しているという事実が、ブランドイメージにとってプラスになるとグッチ自身が証明してくれています。これが中国よりも日本を優先であるという行動につながっていると感じています。世界の誰もが知るラグジュアリーブランドが日本や日本人の在り方に好感を抱き、特別な存在として扱ってくれていることを誇らしく思います。隣国は選ぶことができませんが、すべて反面教師とすることで、我々日本人は世界から信頼され愛される日本を守り、今後も変わらぬ努力を続けていきましょう。またこの動画制作中に CEO のマルコ・ビッツァーリ氏が2023年9月23日をもって退任するという報が入ってきました。2015年からの8年間の彼の功績を称えつつ、長い間お疲れ様でしたという言葉をもってこの動画を終わらせていただきます。この動画が面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。